はい、ハノイリビングの田口です。今私がねいるところは、金馬エリアのリンラン通りですね。はい、リンランに来てます。はい、もう今ね4時ぐらいでしょうかね。これからだんだんと日がこう、もう陰ってきて、はい、夜の街のリンランのね、姿が これから、はい、あの伝統とともに出てくると思うんですけど、はい、今日はねここから歩いてすぐのサービスアパートご紹介しますね。はい、もう分かりますかねこの辺りね、ビンチ、がねここにあったりとか、あと向こうは匠があったりね、はい、あの田舎さんとかね、はい、あのマルギンとか、もう向こうちょっと歩けばファンケービン通りですけど、はい、もうあの十分なね、はい、あの皆さんよく知ってるような、はい、もうお店がたくさんありますね。はい、でね今日ご紹介するのがねこのねこの道リンラン通りから一本ね、はい、まあ、こんな道がいっぱいね、数珠つなぎのようにあるんですよね。はい、リンランの今のメインの目抜き通りから支線というかね、はい、あのいっぱい道があってね、その道沿いにまたねカラオケ屋さんとかねいっぱいあるんですよね。サービスアパートとか、ここもハチ子さんってね、はいはい、あのとても達者なベトナム人が8人の女の人がねオーナーさんがお金を出し合ってやってる、はい、日本人向けのカラオケラウンジですよね。はい、これねずっと歩いてきますよね。はい、でそうするともう見えてくるんですけどもの、あのこの角地に立っているサービスアパートです。はい、去年の11月ぐらいかなできた、はい、まさしくねもう日本人向けのサービスアパート、ここです。この角地に立ってるんですよね。なのでこれねあの壁面、このあの面がね、はい、こちら面からずっとこの面があって、こちらの面も全部ね窓なんですよ。ということはね、あの四方あるうちの二方向がもう窓なので明るいんですよね、ここね。はい、明るいのが売りです。はい、ここはねまずご紹介します。まあ、何度かね弊社のサービス、ホームページでもご紹介してますけどもね、今日はね4階と5階の2部屋が空いてます。はい、一つはね、まあ、55平米ぐらいかな、もう一つは60平米。はい、まあ、広い方の60平米がおすすめですけどもね、はい、単身で住むにはね絶妙な場所で、はい、ここからだったらまあ酔っ払ってね、記憶がなくても戻ってこれるんでね、必須本能でね戻ってこれるって言いますか、私もこの近辺に住んでるんですけどもね非常に助かってます。はい、なんでまあ今日はねどんな感じの部屋があるかね、今この2021年のこの5月の時点でどんなものがねどんな部屋が空いてるかをね皆様にご紹介しますね。はい、早速これからエレベーター登って、あの部屋の中までカメラを入れたいと思います。60平米のワンベッドルームをご紹介しますね。はい、まず形をね見てほしいんですね。相も変わらずこのね角なので、はい、角ですね、明るいですよね。で今入り口入ってきて、向こうですね、あちらですね、エレベーターで上がってきて、でこんなスペースがこう広がるんですよね。はい、もうここの特徴はとにかく明るい、そこですね。はい、横にバルコニーもついてまして、で、どう言ったらいいんだろうな、形がちょっとこう扇形というかですね、そんな形になるんですけども、まずちょっと見ていきますね。はい、ぐるーっとねこれ角地にあるので、向こうがもう壁面なんですよね。その向こうはリンラン通りです。でこちらがまあベッドルームですね、ベッドルームがあります。はい、で広いベッドルームですよね。でこんだけあればもう十分ですかね。両サイドにはキャビネットがあって、でそこにちょっとしたバルコニーがつくんですよね。はい、で上はもちろんダイキンのインバーターエアコンがあります。でこちらの、はい、リビングにもついてる2つね、こうあの扉を挟んでちゃんとついてますよね。はい、でちょっとここでねタバコでも吸おうかなっていう方のために、はい、こういうバルコニーがついてます。隣もまあ民家なんですけどもね、あんまりまあそんな面が合うことはないかなっていう感じです。はい、ここはねもう僕らもあのしょっちゅうあの通勤通路なんでよく通るんですよね。はい、そこが公園がありましてね、皆さんね朝体操されてますよね。はい、でそこがねなんて言っていいんだろう、美味しいフォーがあるんですよね、フォーのお店。
美味しいですよね。ぐーっと僕はね、ここ通って向こうの、はい、あの向こうの、あの DMC タワーまでいつも通勤するんですけど、ここ通るんですよね。はい、まあ、2020年の11月だったかな、できたばっかりの、まだまだ新しいサービスアパートですね。はい。で、オリエンタルなね、感じにしてて、こういう塔のね、はい、まあ、色調っていうかね、感じでこう作ってます。はい。まあ、ワンベッドルームなんで収納はここだけですよね。なので、まあ、これ以上の収納を持ち込まないように、していただいた方がいいかなと。はい。セーフティーボックスもちゃんとついてますし、下は、はい、引き出しがあって、で、洋服ダンスはここまで。はい。その横にもね、ちょっとした本棚、ブックシェルフのようなものもありますけどもね。はい。ここなんかあるのかな？ここは？あ、ここは開かないね。はい。あと収納といえば、入り口の横のここ。まあ、ただこれ、下足箱ですからね。下足箱ですね。なんで、ここはもう、靴を置きますと。で、この上が、まあまあ、ちょっとした切り込んで、ちょっとした収納にしてくれてますよね。はい。こんな感じですよね。うん。で、ここはね、やっぱいいのは、水回りがね、いいですよね。はい。こんな感じです。うん。で、はい。イナックスのね、ヒップウォッシャーがあって、ヒップシャワーがあって、バスタブですよね。がつきます。はい。水回りをね、見てみますけども、イナックスのヒップシャワーがあって、で、バスタブですよね。ね、湿気を飛ばすね、窓もついてると思うんですよね。よっ。これ、はめ殺しかな？あ、ついてますね。ちゃんとここにね、はい、湿気、お風呂入った後飛ばす。湿気を飛ばす。で、まあまあ、冬は寒い時もあるので、ハノイは。ウォームライトなんかもね、つけてくれてます。はい。まあ、ここしっかりしてますよね。ここしっかり作ってるなぁと。で、こんだけのスペースがあって、で、まあまあ、単身者の方もね、自炊されるんで、この周りはでもね、安いベトナム料理から和食レストランがいっぱいあるんでね、いらないかなっていう気もしますけど、まあ一応自炊できるように、シャープの冷蔵庫、二口の IH のクッキングヒーターがあって、電子レンジなんかもシャープのものがつけてますよね。あとまあ、細かいね、お鍋大中小フライパン、そういったね、チョップスティック、まな板包丁、はい、こんなものも全部ね、つけてくれてます。はい。で、炊飯器なんかもあります。シャープの炊飯器にお鍋大中。はい。もうちゃんとね、つけてます。はい。まあ、この辺はね、だからもうホテルで飛び込んで3泊だけとかね、そんなお客さんでも対応できるようにしてくれてますよね。はい。ここでソファーでテレビを見るというような。まあ、この距離でこの大きさいいですよね。はい。パーっとこっち向けるとね、まあ明るい。明るいですよね。はい。もうこのね、明るさですよ。今、電気もダウンライトだけ、ここだけ、つけてますけども、はい、もう十分明るいですね。はい、ウォーターサーバーここにあって、収納っていうか、まあ、ここにちょっと棚があるのかな？まあ、これ使えるかな？まあ、ちょっとこの、これぐらいの棚がね、ここにちょっと置いてあるっていうかね。はい、それぐらいですね。はい。いかがでしょうか。ここで60平米ですね。60平米で、このお部屋で900ドル。900ドルです。1000ドル切ります。はい。で、ここにね、バルコニーがあって、洗濯機と乾燥機ですよね。セパレートでちゃんとつけてくれてます。まあ、洗濯機乾燥機ね、外にあった方がいいんじゃないかなと思います。中で動かすとね、結構、乾燥機なんて熱が結構出すんで、熱くなりますよね。はい。5階の部屋はね、中にありましたけど、本当言うと、外に置く方が熱効率はいいですよね。はい。そこで考えたら、ここは、まあ、いい配置じゃないかなと思います。はい。どうでしょうかね。はい。ワンベッドルームで、60平米ですね。60平米で900ドルですね。60平米の900ドル。家賃に含まれますのは税金と管理費。ハウスキーピングサービスが週3回。掃除も洗濯もアイロンがけも全部やってくれます。はい。単身者向けでね、最近はもう洗濯は、
アイロンがけを自分でやってねっていうところが多いんですけど、この、ここにある洗濯機乾燥機を使って全部やって、はい、ちゃんと畳んでね、アイロンかけて畳んでベッドの上に置いてくれるところまでやってくれます。あとインターネットの使用量ですね、ケーブルテレビの視聴量、あと日本の番組が15チャンネル、はい、民放 BS、CS も行くかな、 BS ぐらいまでは多分あると思うんですけど、はい、15チャンネルまでつきます。あとは、飲み水ボトルですね、19リットルの飲み水ボトルを2本まで、はい、あ、これですね、はい、をつけてくれます。はい、あとは、まあ、蛇口をひねって出る水道料金、これも全部、はい、家賃に含まれて900ドルですね。はい、シーリングファンもちゃんと回ります。どうでしょうか。これぐらい広ければね、場所的にはもう便利ですし、はい、ここを起点にしてね、どこにもお食事に行けるって言いますかね、酔っ払っても、はい、意識がなくても帰ってこれる距離って言いますかね、はい、そういうような、まあ、便利なエリアに立っている新しいサービスアパートですね。はい、いかがでしょうか。